はい、健康生活チャンネルの海老原貴弘です。今回はですね、とうとう来ました、がんの原因ですね。がんの原因がみんなが食べているこれだったということについてお伝えしたいと思います。ということで、がんについてなんですが、とうとう来たって感じですよね。このがんはですね、やっぱりみんなが恐怖を感じていないといけない、とても恐ろしい病気で、しかもなんで怖いかっていうと、皆さんがですね、あんまりその自分が癌になるって意識していないんですよ。でも多くの方がこの癌になってしまって本当に苦しい思いをしていますので、できるだけ早いうちにこれを意識しておくことがとても大事なことなんですよね。で、癌っていうのは脳卒中と心臓病と一緒に日本人の三大死因の一つに入る、危険性の高い病気なんですが、しかもそのかかる人が多いんですが、結構ね、辛い思いをするんですよ。当然かと思いますが、あなたが想像している以上に癌っていうのは辛い思いしちゃうんですよね。ですので、がんで死ぬのはできれば勘弁していただきたいんですよね。できれば避けたいんですよね。で、そこでこの動画をご覧いただくことで、実はがんというのはあなたもみんなが食べているあれが原因ということが分かってですね、研究の結果から分かっているがんにならないための食事の方法が分かりますので、ぜひチェックしてください。この健康生活チャンネルでは、健康美容、ダイエットにとても効果的な食事や生活習慣の情報を聞き流しても理解しやすい内容で毎日お伝えしていますので、お見逃しがないように、ぜひまずはチャンネル登録をお願いします。ということで、がんの原因はみんなが食べている〇〇だったということについてお伝えしたいと思います。でね、がんってね、嫌ですよね、なるのね。やっぱりその私もですね、12年間病院で勤めていた理学療法士でしたので、がんの方って結構たくさん見てきたんですよ。で、その他にもですね、三大死因と言われている脳卒中とか心臓病とか、あるいは生活習慣病のうちの糖尿病とかね、そしてがんの方めちゃくちゃやっぱ多いんですが、いろんな患者さん見てきたんですが、がんは嫌ですね。もう本当に辛い。なんでかっていうと、本当に痛みがすごいんですよ、がんって。場所にはよるんですけれども、この痛みとその死に対する恐怖がめちゃくちゃすごいので、やっぱりなったかって本当に後悔されるんですよね。で、この病気がね、そのいずれ自分がなっちゃう時にですね、何が恐怖かっていうふうに考えることってあるんですよ。特にその医療従事者の方ってやっぱりそのひどい方をたくさん見てきてますので、その私だったらどの病気になりたくないかなっていうのは、医療従事者だったら多分みんなが考えることなんですよね。で、その脳卒中だったらね、やっぱり片方麻痺になりますから、右足とか左手と左足とか片方麻痺になりますので、結構不便なんですよね。やっぱ歩きづらかったりとか、右手ね、麻痺したらやっぱ食事とか大変ですからね、文字とか書くのも大変ですし、手もちゃんと訓練していくしかないので、やっぱ大変なんですよ。で、あるいはその右側麻痺だったらね、言葉喋れなくなったりとか、左側麻痺だったらね、その片方空間認識できないとかあるんですが、あとはその糖尿病の方だったらね、やっぱ食事でやっぱり困ってるんですよ。やっぱ糖質が大好きな方が糖尿病になりますので、大体ね、みんながじゃないですよ。なので、そのやっぱ自分の好きな甘いものが食べられない、あるいは甘いものを食べたら怒られるっていう、この習慣がね、本当に苦労されてるんですよね。で、かたやその心臓病というかっていうと、心臓病だとですね、すぐ苦しくなっちゃったりとか、それ痛くなっちゃったりしますので、運動が結構制限されるんですよね。だから、その動けないっていうその不満が結構持ってる方いらっしゃるんですよ。なので、その脳卒中も糖尿病も心臓病もどれもなりたくはないんですが、がんは辛いんですよね。がんなんでかっていうと、がんの辛さは痛みなんですよ。この痛みがすごいんですよね。もう痛い痛いってずっと言われていて、めちゃくちゃ強いその痛み止めとかをね、もう麻薬に近いような痛み止めとかを使ってもね、それでも痛いっていう方がいらっしゃってですね、私の祖父もですね、がんで亡くなったんですが、やっぱり結構その痛い痛いって言われていて、辛い思いされていたんですよね。そう、だからやっぱりそのがんって、やっぱ嫌だなっていうふうに思うんですよ。で、あなたはどうですか？脳卒中は不便ですよね。片方麻痺ですから。で、糖尿病だったら食事が制限される。心臓病だったら動けない。そして、がんだったら痛いっていうのがあってですね、あなただったらどう思いますか？私はやっぱ、がんがね、やっぱり一番嫌かな。脳卒中もあるけどなってところですけども、あなたはどうですかね？これでもアンケート取りたいぐらいなんですよ。医療従事者の、みんなが、悩んでいるというか、迷っているというか、どれがいいのかな、どれも良くないんだけど、どれだったらまだマシなのかって、結構迷うところなんですよね。もしですね、あなたがこれだったらなりたいとかないと思いますけど、これだったら絶対になりたくないとかあればですね、ぜひコメント欄に書いてみてください。私めちゃくちゃ興味あるところなんですよね。で、がんって他にもですね、がんに限った話じゃないんですけども、やっぱり治療してもですね、治るか分からないっていうのも結構恐怖なんですよね。
ね。結構死に近い病気なんですよ。あの進行性の病気ですので、糖尿病だったらね、その食事を制限すればある程度その長生きできるとかもありますし、脳卒中もね、その一番最初の危機の状況を乗り越えればそんなにその死亡率の高い病気でもないんですが、癌はやっぱり進行性ですので、この死の恐怖がめちゃくちゃすごいので、やっぱりそこで苦労されている方も多いんですよね。そして癌の治療って病あのお金がかかるんですよ。あの通院費にめちゃくちゃお金っていうか、お金がかかるというふうに言われていて、入院中はね、その保険も出るからそんなに苦労する方そんなに多くはないんですけども、通院の方にねお金がかかると言われていて、まあその普通の治療してる方はですね、年間100万円かかるというふうに言われているんですよ。だからそれが2年とか3年とか続くとですね、毎年100万かかりますので、やっぱりこれお金がめちゃくちゃかかっちゃうんですよね。なのでそれお金で苦労してる方もいらっしゃったりとか、あとは抗がん剤の治療とかしたらですね、やっぱり髪の毛が抜けたりするっていうのもありますよね。だからそれも恐怖ですし、やっぱりそのやっぱ辛いですしね。そして転移してしまうという危険性もありますよね。いつ私が再発するのみたいな、いつ私のがんはどっか転移してしまってですね、発覚するんだよという、ずっとその恐怖に怯えないといけないというところもあるので、まあ、がんってやっぱりね、その苦労するところが多いんですよ。まあ、辛いところが多いんですよね。だからがんは嫌、がんはなりたくないです。なのでがんをですね、あなたもがんにならないためにですね、今できる努力をすることで、後々苦労しないように、後々の自分が不幸にならないように、ぜひ今努力をしてもらいたいと思って今回の動画にさせていただきました。でですね、がんでそのなるのが嫌ですけども、がんってなんでできてしまうのか全く知らない方がいらっしゃるんですが、実はですね、がんを作ってしまう、がんの発生率を明らかに上げてしまう理由って研究の結果からかなり分かってきているんです。で、この食品を食べているとですね、がんになってしまうリスクが 10% 上がりますとか、この食品を食べ続けていると 30% 上がりますよとか、この食品を取り続けてしまうとですね、もう 50% もリスクが上がっちゃうんですよとか分かっているんですよ。これってその研究報告からたくさん上がってきていることですので、もうこの危険性というか上げてしまう理由が分かっているんですよね。で、それならばこれらのがんの発症率を上げてしまう食品に気をつけるような食生活を行えば、あるいはですね、このがんを発症率を下げる食品を取ることを気をつければ、がんになってしまうリスクでかなり減らせるということなんですよ。で、また逆にですね、このがんを作りやすくなる食品を知らずに取り続けてしまっているあなたはですね、もしあなたががんになってしまうその食品を知らずに取り続けているのであれば、あなたの体にがんを作ってしまうリスクを2倍にも3倍にも高めてしまっているかもしれないという結構恐ろしいことなんですよね。ですから今回の話というのは、あなたの一生に大きく関わることですね。これを知っていること、知っていないことでは後々大きく変わってきますので、後々後悔しないようにぜひご覧いただきたいと思います。で、がんになってしまうリスクを上げてしまう食品って、まあ、いくつかあるので、まあ、順にこう説明していきます。で、あのがんをですね、話すときにですね、あのがんのその危険性を分けているそのグループというか、まあ、ステージというものがあるんですね。この食品めちゃくちゃ危険ですとか、まあ、食品に限らないですけど、これはめちゃくちゃ危険ですとか、そのこの食品悪いですとかの分けてあるんですよ。これはもう1位、これは2位とかの分けてるんですよね。で、それがですね、WHO という、国際機関ですね、その機関の一部である国際がん研究機関というところがあるんですよ。がんを研究している機関があるんですね。で、この研究機関が発表したがんの発がん性の分類グループというのがあります。それがですね、1とか 2A とか 2B とか、まあ、その5つに、ね、分けられているんですが、その中でやっぱ上位に占めるものがやっぱがんの発生率がめちゃくちゃ高いんですよね。で、この一番上が、その一番上位がグループ1というもので、このグループ1が1人に対する発がん性が確実にあるもの、もう絶対これは確実にその発がん性が高いですって、これを取り続けると発がん性がめちゃくちゃ上がっちゃいますってことが分かっているものがあるんです。ですので、まずこのグループ1にですね、含まれているところからご説明していきたいと思います。で、このグループ1に含まれている、がんを上げてしまうものの一つ目はですね、何かっていうとタバコなんですね。もう早速食品じゃないじゃないかというふうに思われるかもしれませんが、もう本当に申し訳ありません。タバコはね、がんを話す上で話せられないんですよ。もうこの食品で話すっていうふうにその決めたんですけども、このタバコやっぱ話しておかないと、がんにめちゃくちゃ関係しますので、そのがんをですね、上げてしまう食品を取らなければね、俺タバコ吸っててもいいやみたいな思われるといけないので、もうこれだけは話させてください。タバコは食べ物じゃないですけども、がんをめ
めちゃくちゃ高めちゃいますので、まあ、この話もね、ぜひ聞いておいてください。で、タバコはですね、日本の研究では、がんになった人のうち、男性で 30%、女性で 5% はタバコが原因だというふうに考えられています。男性の方がやっぱタバコを吸う方が多いからですね。で、また、がんによる死亡のうち、男性で 34%、女性では 6% がタバコは原因だというふうに考えられているんですね。ですから、男性はですね、3分の1はがんで亡くなっていくんですよ。で、タバコを吸わない人に比べて、タバコを吸う人では、男性では 4.5倍、そして女性では 4.2 倍肺がんになりやすいというふうに言われているんですね。で、吸い始めてからの年数とですね、そして1日に吸う本数がですね、これが1200という数字を超えるとですね、非喫煙者と比べて吸わない方と比べて 6.4 倍肺がんになりやすいというふうに言われています。ですから1年365日ですので、1200を超えるということは1日に3本以上ですね、この量を吸ってしまうと肺がんになってしまうリスクが 6.4 倍になるというふうに言われているんです。で、これね、タバコを吸っている方、ドキッとした方いらっしゃいませんか？1日3本ね、吸う方でめちゃくちゃ多いですよ。今じゃないけど、1箱ね、1日1箱吸うって方もいらっしゃる、この、時にですね、まあ、なかなかそのタバコ吸う場所も減ってきましたけども、それ1日3本って、やっぱり朝昼晩吸ったらもうそれで終わりじゃないですか。だからこれ吸ってると、もう肺がんになってしまうリスクが 6.4 倍になるんですから、まあ、これって、その簡単なボーダーラインなんですよね。だからこれですね、そのボーダーラインを超えてですね、1日3本どころか、1箱20本。ですけタバコって、だからそれを吸ってるとですね、何倍になるんだという話になるじゃないですか。で、これはその男性でも女性でもこのリスクっていうのは共通ですので、まあ、やっぱその肺がんになってしまうリスクってめちゃくちゃ高いんですよね。で、肺がんの方はですね、肺がんの方に限定するとですね、肺がんで亡くなった方のうち男性で 70%、 女性では 20% がタバコが原因だというふうに考えられています。だから肺がんになった方ではいらっしゃればですね、あの方ね、その肺がんになったんだってというふうに、まあ、男性方でいらっしゃればですね、もう3人に2人はそれはタバコが原因なんですよ。だからもうもうしょうがないねというふうになりますよね。だから今タバコを吸っている方はですね、このリスクをですね、ちゃんと知った上でタバコを吸っていただきたいんですよ。本当はやめていただきたいんですが、このリスクね、そのリスクを負ってまでタバコ吸うのかっていう話になるじゃないですか。私のですね、勝手な偏見なんですが、タバコって始めるときはですね、何かしらそのかっこよさを求めて始めてるって私は思ってるんですよね。タバコを吸ってる人を見てですね、あのタバコ美味しそうって人あんまりいないじゃないですか。他の人がね、その桃とかね、うなぎとか食べてるとこ見てですね、ああめっちゃ美味しそうっていうふうに思いますけれども、タバコを吸ってる人を見てですね、めちゃくちゃうまそう、よだれが出るみたいなことが今ありないですよね。だからその何かしらかっこよさを求めて始めていると思うんですよ。あのタバコの吸い方かっこいいなとか、あのですね、女優とか、男性のね、芸能人とか吸っていてですね、かっこいいなとか、ドラマに出ていてね、そのタバコを吸ってギュッギュッみたいなするとこしたいなっていうところは始めていると思うんですよね。で、そんな始め方をしてですね、その習慣化してしまいますから、今度はですね、やめられない理由を探しちゃうんですよね。タバコ吸ってるとね、ストレス解消になるから、もうこれタバコはやっぱりその吸うとね、集中力が上がるから、やっぱりこのタバコっていうのは外せないよねとか、タバコ吸うことで、タバコを吸う人のコミュニケーションが取れるから、やっぱりタバコって大事だよねっていう理由を探しちゃうんですが、まあそれって必要ですかって話なんですよ。今電子タバコとかもありますから、その電子タバコでね、その一緒に吸いに行ってそのコミュニケーションを取ってもいいじゃないですか。で、あるいはですね、そのタバコを吸う時にはですね、ストレス解消になるかもしれませんが、そのタバコを吸っていない時にはストレスが高まりますので意味がないんですよ。それ以外の時には集中力が下がってますからね。ですからこういった理由ももちろん意味がないですし、その理由になってないですし、そのリスクを負ってまで、がんになるリスクを6倍負ってまでタバコ吸い続けるんですかっていう話なんですよね。だからね、今回その食品の話ですが、本当に申し訳ないんですが、もうタバコはね、本当にやめていただきたいと思います。で、次ですね、そのグループ1にですね、他にもあるんです。で、このがんになってしまうそのリスクが一番高いグループ1の2つ目はですね、アルコールです。で、このビールについて、ビールじゃない、アルコールについてはですね、がんの研究したものが乳がんと、大腸がんについての話があるんですけども、まず乳がんについてですね、乳がんについてはですね、欧米の疫学研究が一貫して関連を支持しているものがあって、5万8000以上の症例、まあ、その5万8000人以上の人をですね、含む53の研究をまとめた、そのメタ解析というものがあるんですよ。このいろんな研究があるけど、それをまとめたその研究というのがあるんですね。これが一番信頼性の高い方法になるんですが、この5万8000以上の症例を含む、53の研究をまとめた方法ではですね、エタノールで 10g、これはですね、5% のビールなら 250ml に匹敵する量になります。だから1本分が普通ビールって350ですので、まあ、これがその余裕で超える量ですよね。なのでこれがエタノールで 10g。
5% ビールなら 250mg ですね、増加するごとに 7.1% リスクが増加するということが分かったんです。だからですね、まあ、男性でもその乳がんで出ることがあるんですけども、この1日毎日ですね、そのビールを飲み続けることで 7.1% リスクが増加するんですよね。でもう一つ大腸がんについてなんですが、大腸がんどうかというとエタノール換算で 50g で 1.4 倍程度のリスクになってきます。で日本とですね、欧米の疫学研究を比較すると、日本人はですね、欧米人よりも同じ飲酒量でも大腸がんのリスクは若干多い傾向にあるんですよね。だからその日本人の方が大腸がんにそのアルコールでなりやすいですので、やっぱりこのアルコールというのはできるだけ控えていただきたいところなんですよ。で厚生労働省の多目的コホート研究というものが出されたんですが、これが2005年に行われた研究なんですが、男性に発生したがん全体の 13% が週に 300g 以上の飲酒に起因するというふうに概算されているんですよ。だから週に 300g 以上って、まあ、すぐ超えますよね。まあ、ビール1本分がね、缶ビール1本分が長いやつじゃなくてね、普通のビール1本分がですね、350ml ですね、まあ 350g ですから、まあ、これをですね、週に1回飲んでると、もうそれだけでがんの発生率が上がってしまっているということなんですよね。だからその全体の 13% がもう週に1回以上ビール飲んでる、お酒飲んでるということが分かったんです。で、他にもね、その東大の研究とかでも、ビールをですね、飲むだけでがんの発生率が上がるということが研究結果が分かっていますので、やっぱりこのお酒っていうのはね、まあ、ビールだけじゃないですよ。お酒っていうのはやっぱりそのがんの発生率をめちゃくちゃ上げてしまう、確率で上げてしまうことが分かっている、まあ、危険な物質なんですよね。なので、まあ、お酒もね、取りすぎることが良くないと。特に、ね、危険なのが、飲み会に行って飲みすぎるよりも毎日飲む方が危険なんですよ。そのお酒って概算でね、その合計量なんですよね。年間の合計量がどれぐらい取ったかなんで、毎日飲み続けると、例えば30日間の月だったらですね、30本の缶ビール飲むわけじゃないですか。でもそれってね、その飲み会に行った時だけ飲むようにするとですね、飲み会に行って一気に30本飲むことで難しいですから、毎日飲む方がリスクが高いんですよね。だから晩酌はですね、まあできるだけ減らしていただきたいんですよね。まあ例えばその平日はね、飲まないようにして週末だけ飲むようにするとか、そうしてもらえると、13% リスクが上がるだけですので、まあまだマシですよね。まあマシじゃないんですけども、まあそっちの方がまだいいじゃないですか。毎日飲むよりかはリスクは少ないですからね。まあもっといいのはやっぱ飲み会の時だけその飲むのがまだいいですし、まあ一番いいのはやっぱ飲まないのが一番なんですよね。もう今そのお酒っていうのは百薬の長ではなくて一滴が体に悪いってことが分かっていますので、まあできればもうやめていただけたら一番いい方法になります。で、そして同じグループ1のですね、3つ目がですね、加工肉になります。で、加工肉というのは、まあ、ハムとかソーセージとかね、こういった、加工されたお肉のことになりますね。で、特にハムとかソーセージに使われているアショウ酸塩というものがですね、がん発生率を高めてしまうということが結構、多くの研究で支持されていてですね、結構体に悪いことが分かってるんですよ。で、様々な研究でこの加工肉っていうのは、その危険性が報告されているんですけども、今回ご紹介する研究はですね、アメリカハーバード大学の研究になります。でこの研究チームでは 53,553 名の女性と 27,916 名の男性データを使用してですね、この加工肉の死亡率からですね、両者の関係を調べたものになります。で、加工肉ではですね、1日あたり 40g 摂取量が増えた場合、死亡リスクが 13% 増加したということなんですね。まあ、ですので、ソーセージとかね、そのハムとかベーコンとか結構使うじゃないですか。あ、その焼肉とかね、その焼いてる時にですね、まあ、焼肉とか焼いた時にはそのソーセージとか焼く人も結構いらっしゃいますし、あとはその朝目玉焼きをね、食べる人なんかではですね、やっぱりベーコンとかもね、一緒につけたりとか、目玉焼きの下にね、敷いて焼いたりとか、あるいはそのウインナーとかもね、その添え付けて焼いたりとか結構しますよね。なので、このハムとかベーコンとかソーセージとか、こういった加工肉って結構取りがちなんですが、結構危険性が高いんですよ。がんの発生率も上げちゃうし、死亡リスクも高めちゃいますので、あんまり取った方がいいものではないんですよね。で、しかもこの発色剤を使っている加工肉ってめちゃくちゃ危険で、発色剤ってその、肉の色をね、良くするようなピンク色にするようなものなんですよ。だからそのハムとかソーセージとか、ベーコンとかね、結構ピンク色してますけど、あれってつけられた色なんですよね。で普通のそのハムとかベーコンとかソーセージってのはそのちょっとくすんだような肌色をしているんですよ。まあ、例えばその豚肉をね、焼いたらちょっとくすんだ肌色とか、まあ、茶色じゃないけど、まあ灰色というか、そんな色になるじゃないですか。あれが普通の色なんですよ。加熱された豚肉っていうのはああいう色に普通になるんですよね。だからそういった色は普通なのに、それがピンク色に仕上がっているこの加工肉っていうのは
この発色剤というものを結構使ってますので、それががんの危険性を高めちゃうんですよね。もともと加工肉自体もそんなに健康的にいいものではないのに、そこに添加物が入ることでめちゃめちゃ体に悪いものが仕上がってますので、あんまり取らないようにしていただくか、あるいはその発色剤を使っていないちょっとくすんだような灰色しているような肌色しているようなものを選んでいただいた方がリスクを低下させることができます。で、ここまでがですね、国際がん研究センターの発表するグループ1のもの、まあ人に対して、まあ、確実に発がん性があるというふうに分析されたものですね。で、次がグループ2A、これはですね、人に対しておそらく発がん性があるだろうというふうに研究結果から判断されたものになります。でもこれもね、結構危険性高いものなんですよ。おそらくって言ってますけど、そのいくつもその研究がある中でですね、その否定する研究とか、その肯定する研究とかいくつかある中で発がん性がある方だよねっていうふうに判断されているとか、結構危険なことなんですよね。で、このグループ2A に分離されているものが赤身肉になります。で、赤身肉というのはですね、牛とか豚とか羊などはですね、生の状態で赤いお肉じゃないですか。鶏とかはね、白いですよね。あれはだから白身肉っていうんですが、豚とか牛とか羊なんかはもともと赤いですので、ああいったものは赤身肉で、これが発がん性があるというふうに言われているんです。で、先ほどですね、アメリカのハーバード大学の研究でご紹介した、データがあるんですが、加工肉の、ね、危険性、説明したデータがあるんですが、この研究ではですね、赤身肉に対してもこの同じ研究を行っているんですね。だから赤身肉と死亡率から両者の関係性を調べたものがあるんですが、赤身肉の1日の摂取量が1サービング、これは 80g という量なんですが、その半分の量、この 40g を増やした人は死亡リスクが 10% 増加したということなんですよね。ですから、40g ずつ増えていくと死亡リスクがどんどん増加していくということなんですよ。だから結構ね、そのダイエットのために赤身肉をね、食べるって方いらっしゃるんですよね。赤身肉のね、その牛のヒレステーキ、牛のヒレステーキばかり食べていたら、その太らないという、ことでですね、ダイエットのためにその肉をね、バクバク食べるって方いらっしゃるんですが、それはですね、逆に発がんリスクを高めてしまいますので、痩せるけれどもその病気になるんですよね。そう、死亡率が上がっちゃうので、とても健康的にいいということではないんですよ。痩せるけどね、やっぱり糖質取らないことで痩せるんですが、まあ、それでも健康的にめちゃくちゃ悪いですので、どっちがいいのっていう話になりますよね。なので、この赤身肉というのはできるだけ取らないようにしていただきたいものになります。だから、それよりかはですね、その白身 その白身の、お肉、鶏肉とかはね、研究の結果からこの発がん性を上げるとか、その死亡率を上げるとか、こういった話はあまり出てきてないですので、もしお肉を取るんだったら白身肉の方がいいです。でも、もっと言えば魚の方がいいんですよね。魚はですね、健康的にいいことが結構分かっていますので、もしお肉を取るんだったら赤身肉とか白身肉でも、白身肉じゃなくて魚の方がいいので、そういった選び方をしていただきたいところになります。で、次にですね、発がん性を上げてしまうものに移りますが、これはその国際がん研究センターの発表しているものではなくて、ただ単純にですね、いろんな研究からその発がん性が高いというふうに発表されているものをですね、私はピックアップしたものになります。で、まずその一つ目はですね、揚げ物です。で、この揚げ物はですね、発がん性物質であるアクリルアミドというものが含まれていて、これもですね、やっぱり結構その発がん性を高めてしまうんじゃないのということが、やっぱりいろんな研究から報告されているんですよね。で、あるいはですね、この揚げ物というのは過酸化脂質という油が入っていて、これはですね、酸素と結びついた、まあ、酸化してしまった油なんですが、こういった過酸化脂質とか、あるいは糖化反応というものを起こしますので、この過酸化脂質と糖化反応は細胞を傷つけちゃうんですよね。で、それが細胞を傷つけちゃった結果ですね、動脈硬化を招いたりとか発がん性を上げてしまいますので、このアクリルアミドを取ってしまうことでも揚げ物というのは危険ですし、さらにこの過酸化脂質とか糖化反応を起こすことでもやっぱり体に悪いので、揚げ物ってね、めちゃくちゃ体に悪いんですよ。でもこれ知らなくてですね、揚げ物を毎日ね、やっぱり何かしら揚げ物ないともう不満って、その食事で満足できないという方がいらっしゃるんですが、もう毎日唐揚げ食べたいとかね、まあ、揚げ物食べたいとか天ぷら食べたいとかいらっしゃるんですけども、結構危険性が高いんですよね。だからこれもよく知っておいてほしいことになります。で、揚げ物といえばですね、例えばフライドポテトとかポテトチップスとかですね、あれも揚げ物ですよね。で、あれはカリカリに焼いたトーストとかビスケット、クラッカーなどのですね、まあ、穀物を原料とした原材料とする焼き菓子とかですね、お料理とか、こういった多くの食品に含まれているんですね。で、欧州食品安全機関というところがですね、2015年に専門調査委員会が改めてアクリルアミドのリスクを評価した、ところですね、DNA を損傷してがんを引き起こすという結論に至ったというふうに発表したんですよね。だからこのアクリルアミドを取ることでですね、DNA を傷つけてしまって、遺伝子を傷つけてしまって、そしてがんを作っちゃうんだよという結論に立ったんですよ。
だからこの揚げ物に含まれているアクリルアミドはね、やっぱりやばいという声が分かったんですよね。で、また別の研究では、揚げ物をですね、週に4回以上食べている人は、週に1度未満しか揚げ物を食べない方に比べて、女性は2倍、男性は 1.7 倍、この発がん性が高いということも分かってるんですよ。だから、その毎日ですね、揚げ物ないと不満という方はですね、まあ、週に4回以上、揚げ物ないと不満という方はですね、もうほぼ2倍、発がん性が高いということになっていますので、結構高いんですよね。で、またですね、男性に限っては前立腺がんになってしまうリスクが高くなるという結果があってですね、食品別に具体的に見てみると、フライドポテトとフライドチキンと魚のフライとドーナツをですね、少なくとも週に1度以上は食べた男性は、月に1回未満の男性と比較してですね、前立腺がんになってしまうリスクがそれぞれ 37%、30%、32%、35% 上昇したということになったんです。だから大体 30%超ぐらいですね、基準として、フライドポテトとかフライドチキンとか魚のフライとかドーナツなどですね、がんのリスクを上げてしまうということが分かったんですよね。でもこれらですね、週に1回以上で大体食べる方多いじゃないですか。ドーナツ食べることもやっぱありますし、魚のフライとかも食べることありますし、フライドチキンとかね、ポテトとかやっぱり食べる機会って何かしらあると思うんですよね。だからその特に外食に頼っている方なんかそうですよね。だからこういった食事を続けていると、その3割以上前立腺がんになってしまうリスクが高くなってしまいますので、やっぱりこのがんを作ってしまうんですよね。だから揚げ物もやばいってことになるんですよ。で、特に揚げ物はですね、太りやすいですし、その細胞を傷つけてしまいますので、老化を招いてしまうんですよ。その過酸化脂質とか糖化反応とか、ガンを作ってしまいますけども、肌を傷つけてしまったりですね、肌の細胞を傷つけてしまって、シワとかたるみを作ってしまったり、髪を傷つけてしまって、針とかツヤを失ってしまってですね、それでそのバサバサになってしまって、その老化を招いてしまうんですよね。見た目的にあの人老けてるみたいに言われてしまうことにつながりますので、まあ、そのがんを作ってしまうし、老化を招いてしまいますので、やっぱりどっちも嫌ですよね。まあ、だからこの揚げ物もあまり取らない方がいいですよって話なんですね。で、そしてもう一つ、がん発生を高めてしまうのが、明らかに分かっているのが動物性タンパク質です。で、国立がん研究センター、これですね、日本の、研究センターになるんですが、国立がん研究センターによる研究報告では、平成2年と平成5年に40から65歳の人々のうちですね、がんと循環器疾患と腎疾患になっていない人、約7万人を対象にして、平成28年まで、まあ、だから26年間とか23年間とか、追跡調査した調査結果があるんですが、この調査では動物性及び植物性タンパク質の摂取量とその後の死亡リスクとの関連性について論文発表されています。で、この結果ですね、動物性タンパク質の摂取割合が多い人ほど死亡リスクが高いことが分かっていて、特に赤身肉を植物性のタンパク質に置き換えた場合には総死亡リスクが 34%、 そしてがん死亡リスクが 39% 低下することが分かったんですね。だから逆にですね、植物性タンパク質ではなくて動物性タンパク質を取り続けている方は、がんの死亡リスクが 39%、 約4割上がるということが分かるんですよ。で、そしてですね、加工肉はやっぱがんを作ってしまうというふうに先ほど話したんですが、加工肉をですね、植物性タンパク質に置き換えた場合には総死亡リスクが 46%、 そしてがん死亡リスクが 50% 下がることが分かったんですね。ですから逆に言うと、植物性タンパク質はあんまり取らないですね。その代わり動物性タンパク質をたくさん取っている方は、がんによる死亡リスクが約5割ですね、約半分上がるということが分かったんですね。でもこれって普通の方がですね、日頃している食生活だと思うんですよ。例えば毎日の料理でね、そのお肉とご飯とか、ハンバーグとご飯とか、唐揚げとご飯とか、あるいはですね、そのソーセージとかハムとかベーコンとかで、あるいはですね、赤身肉を使ったですね、お料理を使ってですね、そしてご飯を食べるとか、ね、まあ普通の食卓じゃないですか。だからそれでもですね、その食事を続けていくと普通に死亡リスクと普通にがんになってしまって死亡するリスクが上がってしまうということですので、やっぱりこの動物性タンパク質を含めたその食事を気をつけておかないと普通にがんになっちゃうということなんですね。で、動物性タンパク質というのはですね、そのお肉はもちろんですよね、その赤身肉はもちろんですよね、牛とか豚とか、羊肉とかこういった赤身肉はもちろんですし、でそこにね、その鶏肉もね、赤身肉ではないんですが、これも動物性タンパク質なんですよね。で、あるいは、卵というのは鶏から生まれてきますので、鶏から生まれてくるタンパク質ですね、あれも動物性タンパク質なんですよね。で、他に、牛乳ですね、牛乳は牛から取れる、お乳ですので、これも動物性タンパク質なんですよ。だからこういったものを取りすぎることでがんのリスクとか総死亡リスクを上げてしまいますので、やっぱりこういった食品ばかり取りすぎっていうのは良くないんですよね。
でまたさらにですね、同じ動物性タンパク質でも肉よりも魚の方が健康的にいいことが分かっていて、その赤身肉をですね、魚介類のタンパク質に置き換えた場合ではですね、総死亡リスクが 25%、 がん死亡リスクが 33% 低下したことが分かったんですよ。だからその動物性タンパク質の取り方で結構、その前から難しいねっていうふうに言われていたんですよね。動物性タンパク質ってそのアミノ酸のその含有量がですね、結構理想的なバランスなんですが、同時にその健康的にね、あんまり良くないねっていうことも分かっていてですね、じゃあどういう取り方したらいいのっていうふうに言われていたんですが、このお肉よりもですね、やっぱり魚に変えてもらった方が健康的にやっぱりそのいいんだよねっていうことが分かったんです。でもそれよりもですね、その魚よりももっとですね、植物性タンパク質を増やした方がより健康的にはいいねってことが分かったんですね。まあ、ですからその動物性タンパク質というのはあんまり取りすぎるのは問題ですので、まあ、ほどほどにしてですね、植物性のタンパク質をできるだけ増やしていただいて、でどうせ動物性のタンパク質を取るんだったら魚を取りましょうという話なんです。まあ、なのでここまでですね、その結構体に悪い食材というのが分かってきましたよね。赤身肉は良くないと、加工肉も良くないと、タバコとアルコールはダメだし、そして動物性タンパク質が増えるとこれもまた発がん性がつながっちゃいますので、こういった食品は避けた方がいいねってことが分かりました。じゃあですね、そのどういった食品を取るようにすればこれからいいのか、その何を食べたらいいのって思いますよね。私の動画で結構そのこれ食べちゃダメですよとか、これ食べないようにしてくださいとか、もうこれは食べないでっていうふうに言ってるんですが、よく言われるんですよ。じゃあ何食べたらいいんだっていうふうに言われるんですよね。でそこでですね、その何食べたらいいのかっていうのをご紹介したいんですが、まあ一つはですね、先ほどご紹介したように植物性タンパク質は体にいいので、植物性タンパク質は取った方がいいんですよね。でもう一つ、その発がん性を下げてくれる食べ物っていうのは食材っていうのが分かっていて、食材なんですけどその栄養素が分かっていて、これがですね、食物繊維なんですよ。でこれはですね、先ほどの動物性タンパク質と同様に国立がん研究センターによる調査があって、平成2年と平成5年にですね、40から69歳の男女10万人を対象にして平成14年まで追跡調査した報告があるんですが、食物繊維と大腸がんのリスクについて報告されているんですね。でその結果ですね、食物繊維の摂取量が少ない人ほど大腸がんになってしまうリスクが高いことが分かったんです。だから食物繊維ってね、いろんな研究で体にいいというふうに言われているんですが、例えばその痩せやすくなるとかね、その糖尿病になってしまうリスクを下げてくれるとか、結構いい効果があることが分かっているんですが、このがんの発生率も下げてくれますので、やっぱりこの食物繊維をたくさん摂ることが大事なんですよね。まあ、ですから、植物性のタンパク質と、そして食物繊維をですね、できるだけたくさん摂りたいところなんですよ。まあ、ですからまとめるとですね、まずタバコとアルコールはね、できるだけ控えましょうと、まあ、できればやめましょうと、そしてその上で赤身肉と加工肉を減らしましょう。そして揚げ物も控えましょう。そして動物性タンパク質も減らして、魚か、もっと言えば植物性のタンパク質を取ってください。そして食物繊維をたくさん取ってくださいという食事になるんですよ。ですので今日からこの食事をですね、始めていただきたいんですよ。って言ってもですね、じゃあ何食べればいいと思いますよね。その食物繊維と植物性のタンパク質からその植物ばっかり食べればいいのかなっていうふうに話になるじゃないですか。でもそれやっぱりその難しいですね。毎日そのサラダばっかりとかね、そのサラダにね、大豆をかけて、水煮缶の大豆をかけてね、ドレッシングで毎日食べればいいのかというと、まあそれは飽きますし、やっぱり続けられないじゃないですか。食事の楽しみとかもなくなっちゃいますよね。ですからそんな方にお勧めしているのがですね、孫優しい食事というものになります。で孫優しい食事というのはですね、こういった孫を優しいといって体にいい食材のですね、頭文字を取った言葉になるんですね。豆は、孫を優しいのは豆とか、ごはごまとか、やは野菜とか、さは魚ですね。そして、その前に野菜があった。やは野菜で、魚は、さは魚で、しは椎茸で、いは芋ですね。で、こういったその食材を含まれている、この食材ですね、すべて含まれている食事を取ることで、めちゃくちゃ健康的にいい食事することができるんですよ。だから、一日の食事にですね、この孫優しが全部含まれているかなっていうふうに考えていくんですよね。朝ですね、味噌汁を取ったから、そこにですね、わかめとお豆腐とお野菜を入れたから、この孫優しの、わかめと野菜と、豆ですね、そのお豆腐を取ったから、あとはですね、ごまと、魚と椎茸と芋が取れてないじゃないですか。じゃあですね、お昼のご飯で、例えばですね、ごまをかけたご飯を食べるとかですね、芋が含まれたりですね、その何かお料理を取るとか、で夜ご飯にはですね、魚を取りたいから、サバの塩焼きを食べるとかね、椎茸だからキノコ類ですね、キノコ類に入ったお料理を食べるとか、魚とね椎茸をじゃないキノコをね混ぜたようなそのお料理を食べるとかね、そういった風にしていただくとですね、一日の中でこの食材が全部取れると、それだけはそのめちゃくちゃバランスにいい食事になりますので、こういったお料理を取りましょうというのが孫優しい料理になるんです。でこの孫優しい食事をすることでですね、この豆類、これが
動物性タンパク質ですね。で大豆製品っていうのは、まあ、大豆自体もね、その水煮缶とかで普通に足していただいてもいいんですが、お豆腐とか、ね、納豆っていうのはタンパク質が、植物性タンパク質が豊富ですので、こういったもので植物性タンパク質が取れますよね。でわかめはね、その海藻類というのは水溶性の食物繊維が豊富なんですよね。だから便秘の方にはとてもおすすめなんですが、一緒にその発がんリスクも下げてくれますので、このわかめを取ることも、わかめじゃない、海藻類を取ることも非常に大事なことですし、まあ、なかなか取れてないんですよね。であるいは野菜はですね、もちろんやっぱり食物繊維多いですよね。あとはビタミンとかミネラルとかの抗酸化物質も多いですので、これはやっぱ発がん性を下げてくれるんですよ。であるいは魚ですね、魚を食べた方がですね、動物性のタンパク質でバランスのいいアミノ酸を取れますので、やっぱりこれもですね、全く取らないというよりかはですね、どちらかというと、まあ、少量入れていった方がいいんですよね。そして椎茸は食物繊維がめちゃくちゃ多いですし、芋類もですね、食物繊維が多いですし、ビタミン C も多いですからね。だからこういった食事をしていただくとですね、タンパク質的にもね、食物繊維的にもバランスがいいですし、そしてビタミンとかミネラルとか、その他の栄養素についてもバランスが良くなりますので、この食事をしていただくだけでですね、結構理想的な、健康的ないい食事ができるんですよ。でついでにですね、今回お話ししたようながんの発症リスクを下げてくれるようなお食事も一緒にできますので、まあ結構簡単なんですよね。でね、そのあれが食べちゃダメとかこれ食べちゃダメとか結構あるんですが、それ考えないと結構厄介なんですよ。あ、これダメだった、これダメだったというふうに考えていくとですね、その何食べたらいいのか分からなくなっちゃうんですが、もうこれ食べとけばいいですから、孫は優しい食事食べとけば、まあ、ほぼほぼ合格ですので、まあその難しい方はですね、この毎日の食事をこの孫は優しい食事に変えていただきたいなと思います。でこの孫は優しい食事についてはですね、他の動画で詳しくお伝えしていますので、その動画のリンクはまた下の説明欄に、ね、貼り付けておきますから、興味のある方はそちらからご覧になってください。でこの孫は優しいの、レシピ本もですね、見ていただくと結構、参考になりますから、お料理の写真とかあってですね、これ美味しそうとか選んでもらえると、その孫優しい料理にですね、入りやすくなりますから、家族と一緒ですね、まだご覧になってみてください。それまた下の説明欄にね、動画、Amazon に載せておきますので、ね、まあ、そちらもご覧ください。というわけでですね、今回はがんの原因となる食品についてお伝えさせていただきましたが、いかがだったでしょうか。あなたもつい食べてしまっているものとか、取ってしまっているものがなかったですか。でがんというのは非常に恐ろしい病気なんですが、まあ、だからこそ濃く、まあ、だからこそ研究がですね、世界的に盛んに行われていて、このように危険性のある食材が分かってきたんですね。まあ、ですので、これらの食品に気をつけた食生活をすることで、かなりがんになってしまうリスクを減らすことができますので、ぜひ今日からがんになってしまう恐怖に怯えなくても済むようないい体を作れるように気をつけていきましょう。で、このチャンネルでは今後もあなたの健康と体のお悩みを解決できる情報をお伝えしていきますので、お見逃しがないようにぜひまずチャンネル登録をお願いします。そして高評価もいただけるとですね、こういった健康情報が他の多くの方に見ていただけますので、高評価のご協力もお願いします。で、もし私の整体やサポート付きのファスティングにご興味のある方は、下の説明欄にホームページのリンクを載せておきますので、そちらからホームページをご覧ください。今回の動画をご覧いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。